仙台市街の長望山の丸の堀でもある、長沼公園の豊かな緑青葉山公園は、宮城県仙台市青葉区にある、都市公園である。仙台市が管理している。青葉山の東端から広瀬川湖岸にかけての部分を、敷地とし、仙台城の跡地の一部やその堀である、五色沼、長沼を園内に含んでいる。また、仙台市博物館や仙台国際センターといった、 公共施設が園内に立地している。仙台城の本丸跡からは仙台の街並みや遠く太平洋を眺めることができる。青葉山公園は20世紀初頭に仙台城、本丸跡が市民に開放されたことを契機として仙台市が陸軍から青葉山の一部を借用して設置したものである。その後、拡張や整備が 段階的に行われたが、その過程では、住宅地の公園への転換という複雑な問題を抱えながら進められた。青葉山は、江戸時代には、仙台藩藩主の伊達市の居城である、仙台城があったところである。また、その麓から広瀬川にかけての土地には、馬場や仙台藩重臣の屋敷が置かれていた。母親戦争を経て、これらの敷地が、 官軍に占領された後、仙台城の二の丸跡には、鎮台や第二師団など、陸軍の諸施設が設置され、また、青葉山の麓の追い回し地区は、連兵城や射撃場へと変わった。仙台城の本丸は、明治時代の初め頃に取り壊されたが、ここに1902年に、小中碑が、混流、1904年に、宮城県の国神社の前身である。 仙台商棺社が設立された。仙台城の本丸跡は、宮城県に関わる戦没者を祀る場所へと変化し、市民に解放されることになった。この頃、市民は、長沼の南端部から、本丸跡へ途半したが、これがひどい急坂だった。通用の不便を改善するために、仙台市は、二の丸跡を敷地としていた第二師団に対して、市民が、二の丸跡から、 本丸跡へ登れるように一部の敷地の借用を求めた。この交渉は仙台市が第二師団に対して門や柵を寄付することを条件に成立した。こうして陸軍から借用された敷地が青葉山公園として1925年10月に開園した。この時の青葉山公園は大手門や遊歩道などを含む2957坪の 公園だった。太平洋戦争終結後、連合国が進駐して、第二師団の敷地を接収したために、青葉山公園は事実上の休園状態となった。公園として再開するのは1953年である。戦後の都市計画において、仙台市は1946年に13カ所の公園と緑地の設置を決定した。この中で、青葉山公園は、 追い回し地区の連平城跡地を含めて総合運動公園として整備されることが決められた。しかし、追い回し地区では戦後間もない時期に住宅営団が住宅の建設を始めていた。公園の整備を進めたい仙台市と追い回し地区に居住を続けたい住人は相入れず、この問題は仙台市の戦後処理案件として半世紀以上にわたって残った。 住宅地とならなかった追い回し地区の一部には、テニスコートやバレーボールコートが設置された。また、仙台市は1955年に計画を見直して、青葉山公園を総合運動公園から普通公園へ改めた。その後、青葉山公園の中にはいくつかの大きな公共施設が建てられた。まず1961年に仙台城三の丸跡に、 仙台市博物館が開館した。ついで、1964年に公園の北側に宮城県スポーツセンターが開館し、1991年に仙台国際センターが開館した。2015年には公園の北側をかすめる形で仙台市地下鉄東西線が開通して、ここに国際センター駅が開業した。2018年現在、 ほとんどの住人が移転した追い回し地区では、家屋がほぼなくなり、仙台市がここを、青葉山公園の一部として整備する事業を進めている。ありがとうございます。